飛べ再始動、平野耀と神宮寺勇太、テレビ露出の難しさと海外展開への期待。ジャニーズ事務所からの脱退と新たなエンターテインメント会社、飛べへの合流が話題となった平野耀と神宮寺勇太。彼らがテレビ番組に出演する難しさや海外展開にかける期待について、テレビ関係者たちが予想を語っています。 昨年10月末、ジャニーズ事務所副社長とジャニーズアイランド社長を退任し、電撃退社した滝沢秀明氏は、エンターテインメント会社、トベを設立し、その話題をさらに加熱させました。そして、元キングプリンス、以下、キンプリ、の平野仕様と神宮寺雄太が、この新しい舞台に合流したことで、ファンや業界関係者の注目を浴びています。 二人の合流が発表されたのは2022年7月7日の YouTube 生配信イベントで行われました。その生配信ではわずか20分ほどで同時視聴者数が100万人を超え、インスタライブでも50万人以上の視聴者数を記録するなど圧倒的な人気を証明しました。 さらに、平野氏洋と神宮寺勇太のファンクラブ入会に際しては、サイトへのアクセスが集中し、720分待ちという状況まで発生しました。これらの反応からも、彼らの再始動に対する期待の高さが伺えます。この再始動により、金プリのメンバーたちが、方向性の違い、体元を分かちました。 長瀬角と高橋山は金プリとしての看板を守り続ける一方、平野志洋、神宮寺勇太、岸ゆ太の3人はジャニーズ事務所を脱退し、新たな道を歩み始めました。また、岸優太も2022年9月末で事務所を退所する噂が広まっており、彼も戸部に合流する可能性が噂されています。こうした展開を見ると、 彼らの再出発は注目されていることが伺えます。なお、彼らの再出発は過去にスマップへのメンバーである稲垣五郎、草郷香取慎吾による新しい地図を思い起こさせます。この3人はジャニーズ事務所退所後、2017年11月に72時間本音テレビアビーマ TV で共演し、その後も新しい地図としての活動を続けています。しかし、新しい地図の道のりは順風につるほどではなかったと言えます。特に、スポンサードしている企業は比較的容易に彼らを CM に起用できますが、ジャニーズの番組を多く抱えるテレビ局は、新しい地図の3人を起用することが難しいとされました。2019年には、 ジャニーズ事務所が局側に圧力をかけ、3人のテレビ出演を阻止する場合、独占禁止法に触れる可能性があるとして、厚生取引委員会がジャニーズ事務所に注意を促したことも話題となりました。その後、新しい地図は徐々にテレビ番組への出演機会を増やしましたが、それでもスマップ時代と比べるとやはり露出は少ないとの指摘もあります。 例えば、2022年4月にカトリ・吾が、松本と中井、富士テレビ系に出演し、中井正宏との退場後初共演を果たしましたが、それは中井の番組でのことであり、テレビ露出が以前のように多いわけではありません。一部のテレビ関係者は、ジャニーズ事務所の圧力がまだ影響しているのではないかと疑念を抱いています。しかし、別の見方として、 テレビ局が人へにキャスティングを行っていないだけである可能性も考えられます。テレビ局が高い視聴率やメリットを期待できる場合を除き、新しい地図の3人を積極的に起用することは難しいというのが実情のようです。このような背景から、平野耀と神宮寺勇太がテレビ番組に出演する難しさが浮き彫りとなっています。 彼らが飛べから再スタートを設、る一方で、テレビ業界関係者は彼らの海外展開にも注目しています。ただし、現時点で彼らが海外で活躍するには、さらなるスキルの獲得が必要であると指摘されています。一部の関係者は、飛べが海外展開に向けて強力なサポート体制を築いている可能性もあると述べていますが、 彼らが世界で戦う準備が整っているかどうかは疑問視されています。とべから再スタートを果たした平野潮と神宮寺雄太には、テレビ露出の難しさとともに、海外展開に向けたさらなるスキルの獲得が求められています。彼らがこの厳しい現状を乗り越え、新たな成功を収めるためには、粘り強い努力と意欲が不可欠であると言えるでしょう。 現在のファンや関係者たちは、彼らの活動に対する期待と応援を力強く送っています。ジャニーズ事務所を離れ、新たな舞台である、とべ、に参加した平野紫洋と神宮寺ゆ太の再始動は、ファンや業界関係者の注目を集めています。彼らは、脱退組としての道を歩み始めましたが、 テレビ露出の難しさや海外展開に向けたスキルの必要性が課題として浮かび上がっています。特に、ジャニーズ事務所に所属していたアーティストがテレビ番組に出演する際には、事務所とテレビ局の関係性が影響することがあるため、彼らのテレビ出演は制約を受ける可能性があります。一方で、 戸部からの海外展開については、より多くのスキルを獲得する必要があると見られています。このような状況の中で、平野潮と神宮寺裕太が新たな成功を収めるためには、粘り強い努力と意欲が不可欠です。彼らの活動には多くのファンが期待を寄せており、彼らの努力と成長に対して熱い応援が送られています。今後も彼らの活動を見守り、 彼らが新たな舞台で輝きを放つ姿を期待したいところです。飛べのさらなる展開や彼らの成長に注目が集まる中、彼らの新たな挑戦が業界に新たな風をもたらすことを期待しています。